皆さんこんにちは。梅雨はジメジメで苦手なマリサだぜ。ワンちゃんキノコ生えてくるかもしれないから結構好きな霊夢ちゃんよ。換気って大事だね。まあコロナのこともあるからしっかり換気しましょ。あと、チャンネル登録者様が20人になったわ。マジかよ、ありがとうございますだぜ。目指せ登録者100名を目標に頑張るぜ。よろしくお願いします。今回は何をやっていくの？今回は世界の珍兵器についてやっていくぜ。珍兵器ってことはあれも出てくるのかしら？なんか心当たりがあるようだな。それじゃあやっていくぜ。今回は2つピックアップしたわ。まず1つ目は、タンジェントラムだぜ。これは有名だし、ザ、珍兵器って感じだよね。タンジェントラムの写真がこちら。この車輪が特徴よね。このタンジェントラムはイギリス軍で開発された自走陸上爆雷だぜ。あのイギリスがねー。このタンジェントラムは、ドイツ軍の作ったコンクリートの防御陣を破壊するため開発されたぜ。コンクリートを粉々にするにはすごい火力が必要よね。そうだぜー。そして車輪に付けられたロケットの噴射で、最高時速100キロで敵陣に突っ込み、1800キロもの爆薬で敵陣を破壊しようとしたんだぜ。そんなに弾薬詰め込んでたのね。ただ9回行われた実験は全て失敗。しかもお偉いさんに向かって突っ込んだり、ちょっとした凹凸で転倒して使えなかったり、船底から発進するも車輪の回転が足りず沈んでしまったり、いいとこなしで開発は中止したのね。だが悪い点ばかりじゃなかったんだぜ。あら、そうだったの。このタンジェントラムを見たドイツ軍は、大量の爆薬を搭載していることを考え、コンクリートの防御陣営であるパドカレーインバンと考えたんだぜ。結局連合軍はノルマンディーに上陸したものね。だから最近はこのタンジェントラムは実用性がないことも承知の、ダミーの計画だったとも言われているぜ。わざと人のいる海水浴場で実験をしていたってのも裏付けになるわね。次は BV141 だぜ。これは聞いたことないわ。これはドイツのキサイリヒャルト、フォークト博士が作った航空機だぜ。その写真がこちら。この写真を見て何か気がつくか？そうね。あ、翼の右側に何かついているわ。よく気がついたな。その通りだぜ。この航空機はここに乗員がいたんだぜ。そしてこの BV141 の最大の特徴は何といっても左右非対称ということ。確かに今見る飛行機も、人気のあるゼロ戦も左右対称よね。航空機はとても敏感だからバランスを崩してしまえば墜落だぜ。にもかかわらず、BV141 は、安定性、操縦性ともに問題なかったそうだぜ。常識を覆したリヒャルト博士、尊敬するわ。だが BV141 はエンジンや油圧系統の問題で、正式採用されることはなかったんだぜ。しかしリヒャルト博士はこれ以外にも非対称の航空機を企画しているぜ。気になった方は調べてみてね。お前が調べろこの野郎、ってのは聞こえない方向で。今回は短いけどここまで。代表的なのをピックアップしたけど多分第2弾はやらんかも。思いつきと勢いだけで編集したんで許してください。いかやく。ふざけんな、もっとちゃんと動画作れ。って思った方は、チャンネル登録と高評価お願いします。